これで負けたらバカだぞ。大地を切り、海を切り、空を切り、そして全てを切る空裂山ができたんだ。きっと、きっと俺には全てが切れる。見てくれ、アバン先生、これが本物のアバンストラッシュだ。驚いたぞ、あの花垂れ小僧が。よくぞここまで成長したものだ。だが今すぐ貴様は思い知るだろう、上には上がいるということをな。よし、バナクさん、ほんのり悪あがきしよって。こうなったら一気に肩をつけてくれるわ。皆の者をかかれ。ぎょえ、誰じゃ、こんなとんでもない真似をするやつ。焼け残ったか。氷魔塔が壊れぬよう手加減したからな。まだ息がある。念のためくびり殺しておくか。待て。貴様も生きていたか。安心しろ、すぐにあの世で再会させてやる。頼む、俺の命はどうなってもいい。だからそいつだけは見逃してくれ。そうか、貴様この小娘に惚れておったのか。こいつはいい。そうと聞いてはますます許せんな。ヒュンケル、お前生きていたのか。これは夢、それとも私死んじゃったの。夢じゃない、死んでもいないさ。ヒュンケル、生きてたのね。本当によかった。一つ聞かせてもらおうか。貴様は地底魔城の崩壊に巻き込まれて死んだはず。そう、死んだはずだった。だが俺はある男によって死の寸前で救われ。裏切り者には死あるのみ。それが魔王軍の掟だ。じわじわといたぶりながら殺してやる。こんな雑魚で俺の相手が務まるものか。俺を殺したければ貴様自身の命をかけて挑んでこい。小僧、行くぞ。信じられん。貴様はともかく、あのクロコダインまでが大たちに寝返るとは。奴が閻魔塔を打ち砕く音を聞けば嫌でも信じるさ。裏切り者には死あるのみ。それが魔王軍の掟だ。じわじわといたぶりながら殺してやる。大地山、遅い。とどめを刺してやる。もっとベリラボス、ベリラボス食らうがいい。イオナズン食らうがいい。イオナズン食らえ。断ち切る。おめだ、愛にしてくれるわ。
自由を奪う。雑魚は皆殺しだ。ベビラモン、ベビラモン食らうがいい。逃さん、イオナズンぞ。食らうがいい、イオナズン食らえ。とどめを刺してやろう。クライド、断ち切る。トーマクロッチョ、これで終わりだ。クライド、ありえ。閻魔塔は砕けた。次は貴様の番だ。俺にはもはやアバンを死と呼ぶ資格はない。死の仇などとおこがましいことを言わん。だが俺の父バルトスの命を奪った貴様をこのまま生かしておくことはできん。若造めがほざくな。親子揃ってこの俺に立てつきよって消えうせろ。忘れたか、この俺の鎧はいかなる攻撃呪文も受け付けんこと。覚悟しろ、ハドラー。体が軽くなった。結界が消えたんだ。ダイ、ヒュンケルが、ヒュンケルが来てくれたのよ。そっか、やっぱりヒュンケルもアバンの使徒だったんだね。さあ行こう、レオナを救いに。気をつけてヒュンケル。想像以上に強い。大魔王バーン様が気に入られるわけだ。しかも呪文が使えぬ分こちらがやや不利。あの鎧さえなんとかできれば。よし、来るな、最後の勝負に。ハッテリースクライド、おのれヒュンケル、意外と脆かったな。終わりだ、ハドラー。急所を貫かれてなぜ動ける。あいにく俺の心臓は左右に一つずつあってな。貴様が剣を引くのを待っていたのだ。さあこの俺の地獄の炎を鎧の中に流し込んでやる。ミラーゾーマな真似を。体が言うことを聞かん。もはや自慢の剣も使えまい。だが俺はまだ切り札を残しているぞ。今こそ全力で放ってやる我が最強の呪文を。穴の開いたその鎧で耐えられるかな。くらえ、ベニラボーン。ハハ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 。心臓が一つ潰れただけだ。直ちにダイたちを追撃し抹殺するのだ。いか
かん。このままでは大太刀が。だが、俺にはもう戦う術も残されていない。どうすればいいんだ。何を武器に戦えば。に仕留められればいいんでしょう。あの時俺は、アバンの教えを一生に伏した。だが、今ならわかる。今ならできる。まったく。アバンの弟子どもの執念深さには、恐れ入るわい。なんだ。ものすごいエネルギーが、ヒュンケルの額に集中していく。まさか、これは、陶器。ここでハドラーを食い止められるのなら、俺の命すべてを振り絞ってもいい。我が島アバンよ。この不敵な弟子に最後の力を。いかん、離れろ。グランドクルス。どうか、グランドクルスは未完成の技だったのだ。そのためヒュンケルの戦闘機を無尽蔵に放出してしまったわけだ。今ここにいるのは魂を失った抜け殻のようなもの。散々手こずらせおったが、やはり最後に笑うのはこの俺だったようだな、ヒュンケルよ。これで貴様の首をそぎ落とし、大どもを血祭りにあげれば、俺に立てつくバカどもは綺麗に一掃できる。あの世でせいぜい歯ぎしりするがいい。アバンとバルトス、後からやってくる貴様の仲間たちと一緒にな。アバン、バルトス、最後だ。死ね、ヒュンケル。まさか。完全に全闘機を使い果たしていたはずなのに。無意識状態においても最後の闘機を失わないとは。見事だ、ヒュンケル。貴様こそ真の戦士。行くぞ。
たわね、バルジの塔。早く行かないとレオナが危ない。一気に突っ込もう。待てい、氷炎魔弾。氷魔刀、炎魔刀を砕かれ、このままフレイザード様のところへ行かせては我らの面目丸つぶれだ。やっちまえ。合わせりゃなんとかなるってか。よし、行くぞ。フレイザード。人質抱えてのんきに最上階で待ってるなんざ性に合わないんでな。ほら、これで一人終わりだ。もそこまでだ。クロコダイン、そうか、てめえが助っ人をしてやがったのか。助っ人は俺一人じゃない。ヒュンケル、ヒュンケル。ほらな、だから言ったろ、死にゃ死ねえんだよあいつは。ってことはあいつハドラーに勝ったってのか。どうした、観念したのかよ。そうだな、観念するか。え、氷炎結界呪法を破られ、魔王軍の腕利き軍団長が二人も味方についちゃ、いくら俺でも勝ち目はねえ。こいつは諦め時が来たみてえだ。素直に降参してパプリカの姫を解放するというのだな。へっ、バカ言ってんじゃねえ。たとえ全てを失ったとしても俺の勝利だけは逃さねえ。じゃあお前の言う諦め時ってなんだよ。自分が無傷でいることを諦めたのさ。
これから仕掛ける最後の技は俺にとっても半端なく痛えんでな。できることなら使いたくなかったがよ。バーン様、我に勝利と栄光を。まさかクレイザードがあのメダルを捨てるとは。あのメダルがどうかしたのかよ。あれは祈願城完成の日、あのメダルはいわば奴の栄光の象徴、命の次に大事なものなのだ。もう過去の栄光はいらねえ。新たな勝利をつかむために俺は命を懸けるのだ。自爆。俺たちを巻き込んでならともかく、こんな威力でシステムなお栄光を求めるとは哀れな。この石、フレイザードの体のかけらだ。これはまさか。そう、そのまさかだよ。この岩の一つ一つが俺なんだよ。己れ、てえ、何バカなことやってんだよ。ワニクーが、てめえがいくら怪力だろうと、この技の前には何の意味もねえ。砕けば砕くほど俺の数は増えるんだからな。これが俺の最終投稿、弾丸ばっかじゃんだ。畜生。よせダイ、クロコダインの二の舞だぞ。やっとてめえか、勇者ちゃん。たまる。ヤツの体をいくら砕いても無駄だ。ヤツのコアを砕かなくては。コア、この岩石全てがヤツだと言っていたが、そんなことはない。ヤツはハドラーが禁呪法で生み出したエネルギー岩石生命体だ。命の源となるコアの岩石はたった一つのはず。それを見つけて砕くんだ。俺の弾丸爆火山は究極の秘技だぜ。この無数の弾丸の中に潜む俺のコアを砕くなんてことが人間謎にできるか。ダメだ、勝てない。見えない相手なんか切れっこない。見えないものを切れるようになった時、お前の剣の威力は3倍にも5倍にもなる。そうか、マトリフさんのあの特訓、あれはきっと空、すなわち空を切るのです。先生、クロコダインの影にいたおかげで傷が浅かったみてえだな。炎と霊気が消えかかっている。情けねえ姿だと思っているだろう。この最終投法は俺の命を著しく消耗するからな。なぜそこまでして勝とうとするの。死の危険を冒してまで。俺の人格には歴史がねえ。ハドラー様が俺を作ってからまだ一年足らずしか経ってねえ。だから俺は手柄が欲しいんだ。たとえ百年生きようと千年生きようと手に入らねえぐらいの手柄がな。なんて悲しい人。戦い以外自分の存在を証明できるものがないっていうの。同情なんていらねえよ。勝利の瞬間の快感が、仲間の羨望の眼差しが、この俺の心を満たしてくれるんだ。このままおとなしくてめえらが死んでくれりゃ万事めでたしなんだよ。待て、フレイザード、最後の勝負だ。俺も今から最後の必殺技を出す。俺の先生、アバンの最大の奥義だ。今まで一度も成功していないけど、しくじればお前の勝ち、決まればお前の負けだ。ダメだよ先生、俺には見えない。このフィンガーフレアボムズはメラゾーマ5発分の威力がある。かけら一つ残らんぜ。こいつでジッ
エンドだ！なんだ！大の空裂山は完全に失敗したわけじゃなかったんだわ。まさかさっきの一撃が俺の心をかすったとでも言うのか。そんなバカな。よし、こうなったら成功するまで何発でも撃ってやる。こうなったらもう一度弾丸爆火山だ。やめなさいフレイザード。今度あの技を使ったらあなた本当に死ぬわよ。その前にてめえらが死ぬさ。それに爆地ってのは外れたら痛い目見るから面白えんだよ。行くぜダイ。てめえの望み通り最後の技で勝負だ。弾丸爆火山。やはりこれだけ標的が無数になっちゃまぐれあたりもないようだな。この勝負俺がもらった。このままおとなしくてめえらが死んでくれりゃ万事めでたしなんだよ。ダイ、心の目で見ろ。お前のクレッサは技としては十分完成している。だが奥義とは言えない。心の目、心眼で正確に捉える。バカが、そんな夢みたいな技で俺の品位が破れるもんかよ。泥雑巾にでもなりやがる。まさかさっきの一撃が俺の子をかすったとでも言うのか。そんなバカな。俺は戦うのが好きなんじゃねえんだ、勝つのが好きなんだよ。無数の弾丸の中に潜む俺のコアを砕くなんて。稲妻を喰らえ。しゃー、これで最後だ。奴が生きて弱い奴は死ぬんだよ。
絶対に負けるもんか。ジエンドだ。なんてこったい、最悪の場面に飛び込んできやがって。危ないじいさん。なんだと。そうだよ。キャダルコ、呪文が効かねえ。このクソガキをひねり潰してやらねえとな。離れてろマーム、奴は俺を狙ってるんだ。いい度胸だぜ小僧、お望み通り一発であの世へ送ってやる。最高だぜこの体は。クロコダインより強い、しかも速い。このクソガキをひねり潰してやらねえとな。離れてろマーム、奴は俺を狙ってるんだ。いい度胸だぜ小僧、お望み通り一発であの世へ送ってやる。クーレツさんを得得したことによって大のアバン流盗作法は完成を見た。それはあの必殺技の完成をも意味する。必殺技ってまさか。大はその破壊力を無意識のうちに悟ったのだ。だから確信した、こいつには勝てると。嘘だ、こんなはずはねえ。俺は最強だ、最強の体をもらったんだ。こんなガキにやられるはずはねえ。このパワーで、この強度で、これで負けたらバカだぜ。大地を切り、海を切り、空を切り、そして全てを切る空裂山ができたんだ。きっと俺には全てが切れる。見てくれアバン先生、これが本物の。
すげえ、これが完成版アバンストラッシュの威力か。アバンと同等、いやそれ以上かもしれん。見事だ。